素晴らしい私たちのたった一つの星、地球。交通手段の進歩と情報工学の発展により、今、地球は一つになろうとしています。来る21世紀に向けて、無限の可能性を秘めた卵、それが地球なの。踏みつぶしちゃったじゃないか、幸子くん。ごめんなさい、ごめんなさい。私の名前は幸子。この会社に勤めて2年になります。給料や仕事の内容に不満はないけど、ただ一つだけ困ったことがあるんです。精が出るね。この人はカエル課長、私の上司なんです。奥さんや子供もいるというのに、この人ったら。どうかね、精が出るついでにわしの精も出してくれんかね。困るんです、課長。どうだ、こんないつものところで。ああ、困るんです、課長。もう僕は我慢できない。この美しい首筋、柔らかな胸元。あ、やめて、やめてください、課長。頑張っ。おや、もうこんなになってるじゃないか。恥ずかしい。その恥じらう顔が男心を誘うんだよ。どの辺が感じるのかな。ここかな。いや、やめてください、課長。耳が感じるのか、幸子くん。やめてください、やめて。ほら、もっと足を広げるんだ。ダメです、課長。ダメときます。あれもないよ。ほらほら、やめて、課長。やめてください。ダメときます、課長。早く離れなさい。本当に愛していたのは君だけだ。かく、課長。私の名前は幸子。私実は会社の上司カエル課長と不倫関係にあるんです。一体幸子の幸せはどこにあるのかしら。幸子君、どうしたんだい、こんなところに呼び出して。課長、私自分の立場はよく分かってるつもりなんです。でも私こないだ見ちゃったんです。動物園か、水族館の方がいいんじゃないか。あなた、太郎ね、最近自転車欲しいなんて言ってるんだよ。自転車か、随分勉強しないと買ってやらんぞ。僕勉強するよ、パパ。僕勉強する。幸せそうな奥さんや可愛い盛りのお子さんを見ていると、私自分が惨めで惨めで、もうこんな関係これっきりにしてください。何を言うんだ、幸子くん。やめて、話してください。何を言うんだ。あ、やめて、こんなところ。あれは誤解なんだよ、幸子くん。誤解って、私はっきり見たんですよ。だから誤解だって言ってるだろ。やめてください、こんなところで。俺が嫌だと言っても体はどうかな。ほら、足を開け。やめて、
を開くんだ。やめて。ここかな、ここだろう、ここだろう。やめて、やめて、課長。幸子くん、幸子くん、俺とは別れられるだろう。別れます、別れたいんです。もう嫌です、もう嫌、こんな清潔。あ、幸子くん、待ってくれ。待ってくれ、幸子くん。もう来ない。待ってくれ、幸子くん、待つんだ。大丈夫ですか？幸子くん、本当に愛していたのは君だけだ。課長！